準備ができましたので、始めていきたいと思います。続きまして中井ポリスの発表です。それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。中井保持区部長の吉田恒夫です。中井区のアガリティラプラン事業の説明を行いたいと思います。まあ、今回初めてのもので、付属資料やパワーポイントを準備しておりませんので、提案書を中心に説明していきたいと思います。また中井保なんですけど、中井保は佐敷地区の、市なんですけど、ヤナバル街道331号線をですね、入ってくると佐敷地区の一番奥の海岸線のところに位置しております。まあ、隣の集落がですね、知念地区の小原集落となっております。中井区は準農村地帯で、まあ、サトウキビを中心にピーマン、キュウリ、でオクラ、インゲン等のですね、農村地帯であります。で、海に面している関係で、港が整備されておりまして、まあ、漁業で生計を取っている区民も何名かいらっしゃいます。区民の状況なんですけど、住民がですね480名、世帯が200名の規模でありまして、まあ、南城市では中ぐらいの規模なのかなと思っております。それではアガリティラプランについて説明したいと思います。提案事業名なんですけど、区民の健康増進、福祉向上の推進事業ということで、まあ、目的は区民の健康増進と福祉の向上を推進して、憩いの場、コミュニティの場の作りの整備を行うということであります。まあ、内容としましては、公民館の中には約330平米ありますけど、そこに芝を敷いて整備をしてですね、健康増進と福祉の向上推進を行うということです。で、整備後の使用方法なんですけど、健康増進推進大会を開催したいと。で、区民の素足裸足でのウォーキング、この芝生の上でですね、健康法を実施したいと。で、学生を中心に、休み期間ですね、朝のラジオ体操を行ってるんですけど、これもできたら素足でやってみようかなと思っております。そして組のゲートボール場もとして今現在も使っているんですけど、芝の上でできたら最高かなと思いまして、ゲートボール場の練習場としても予定しております。で、組の憩いの場、コミュニティ広場として活用、そして福祉の向上を推進していきたいと思っております。まあ、具体的に言いますと、今毎年2月に推進大会、まあ、推進大会といってもグランドゴルフ大会を開催しているんですけど、今回この整備ができたら10月にですね、健康推進大会を予定したいと。この健康推進大会を開催して翌月から11、12、1月、この3ヶ月間はですね、特定健診の受診率向上月間と定めて、区民の健康診断の受診を促進していきたいと思っています。で、あと素足ウォーキングの具体的内容についてはですね、現在も毎月2回ミニレイサービス、それと同時クラブの定例会、カラオケサークル、ゲートボールの練習等々で行っているんですけど、その中にですね、5分から10分程度この整備された中庭に出て素足のウォーキングをしていきたいと、そういうことを思っております。で、この素足健康法というのは調べたところ、人間の体というのは静電気をためる性質があるみたいです。で、素足で地面にあるいは芝の上に出ることによって、この静電気を放出すると健康につながると言われております。そして、その後にもまたツボ、足の上にいっぱいツボがありますので、それをマッサージすることによって快眠、ストレスの解消、そして食欲の増進と、そういったものにつながると言われておりますので、そういった意味合いからしてもぜひこの健康づくりをやっていきたいなと思っております。まあ、以上説明簡単ですけど終わります。はい、どうも。それでは、
質疑応答に移りたいと思います。質問がある方は挙手をお願いいたします。仕事であることに何か意味はあるんですか？はい、素足健康法を土の上でもいいかなと思うんですけど、やっぱり土の上では石転がったりそういったのがあって、足に与える影響がちょっと現代人は昔に比べて足の皮がちょっと薄くなってるんですから、ちっちゃい位置でもちょっと、でそして芝生の刈りた後のこのトゲトゲ、これがちょうどこの素足のマッサージにいいということらしいですから、できたら芝生をやりたいということです。ありがとうございました。はい、はい、先生方他にありましたらよろしくお願いいたします。芝生の管理はどうするんですか？はい、芝生もですね、今回の授業の中で、芝刈り機も購入予定しておりますので、この芝刈り機で定期的に、公民で管理をしようかなと思っています。ありがとうございました。はい、他に質問ありますでしょうか？はい、小中学生に向けた朝のラジオ体操でどのようにして人を集めるんですか？はい、朝のラジオ体操、まあ、現在も夏休み、冬休み毎回やっているんですよ。その中で今土の面なもんですから、そのまま靴の状態でやってるんですけど、果たしに書いてみてやってみようかなという、今現在も集まっております。はい、ありがとうございました。はい、他に質問はございますでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫。はい、それでは中井知識の皆さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。